背景、奥、こうして文を送るのももう幾度目となりますでしょうか。千年の都、今日は祭りの真っ最中です。見目麗しき空の花が手前の心を癒してくれます。それなのにこうも胸が痛むのは、きっとここがつい先日我が君と共に訪れた土地だからなのでしょう。綺麗だな、雫がにじむくらいに綺麗だな。奥への手紙琴編。秋の花火が目に染みます。花火よ花火、手前の心を沈めておくれ。早く場所を取らねば剣心様が悲しまれる。なのにあいつは、ケイジはどこに行ったんだ。もう意地張るのやめようかな。剣心様のお席を取りまとう。一軒半も同じ半も仲ようなわが君、あの時痛かっただろうな。果たし合い、果たしうるのは一人のみ。見逃しちゃならねえよ。おいしい屋台はあっちの方に。こうして暴れてると奥にでもなった気分。響きに縫われしイザナミの。たたりや沈めん雷霧よ。しくなってきた。おお、目が目が。キンキラキンのベッピア。花火見たってよ。私は急いでいるんだ。理由？うるさい。何がきついって、
内切り握りっぱなしなのだ。日の思い出いい人の顔を思い出してみなよ。どうだい、帰りたくなったか。記憶に残す主人公、直江兼続、無敵だ。直江空の花火はまさに無敵。つまりあの花火は俺は花火で無敵。無敵派アンさん、花火し向いてるで。たたりを沈めん、雷霧よ。ここは剣心様のお座敷だ。
あの方の微笑みだけが私の生きる意味。啓示め、見つけたら宮内千本飲ませてやる。あの方は確か芸者の方じゃなくて、我が君がご迷惑をおかけした方。よろしければ手前も共に探しましょう。本当か？お前どこかで会ったような。夜花がもたらす一期一会、そう思いください。主の比例はわしがすすぐ、きっとそれでいいんだ。探している男はとにかく派手好きなやつで。あれが気に入りました。買い占めなさい。金がかかって大変なんだよね。そういえばもっと昔、総理様が幼き頃にも一緒に来たっけ。よし宗茂、お前も花火になるのです。と大筒に詰められたりもしたっけな。まるで見えません。肩車しなさい。我が君、それでは首車。うおー、何もかも皆懐かしい。雪景色は多かれど、雪をも溶かす恋の花。冬を乗り越え、その時を待つ。この前田圭司という木にウグイスを呼べ。あれ、立花さん、また今日に来てたんだ。今回は膝倉見物ってことでいいのかい。おお、前田殿、お会いできてよかった。浮かない顔だね。悩み事かい？実は手前、放逐された身の上でして。うんうん、なるほどね。そしてカクカクしかじか。立花さん、あんた自身はどうしたいんだい？戻りたい時に戻ればいい。喧嘩もすればいい。家族ってそういうものだよ。家族？手前と総理様が？温かい国としたいのです。親子のような。宗茂、お前は一体何を言っているのです。全ては兄弟、ザビー様の子ではないですか。ぬくもりに寄り添って生きればいいのさ。トシと松姉ちゃん、立花さんと誰かのように。そうか、わしの望みって簡単だったんだ。大丈夫、夜空の花はきっと俺たちの味方だよ。2つ目の恩をいただきましたね。いいって、そんなのただのおせっかいだからさ。手前の主は総林様、ただ一人なのだ。
わしにはまだ帰れる場所があるんだ。こんなに嬉しいことはない。宗茂、どこですか宗茂。ほう、喜びのあまり幻聴が。宗茂、この声、懐かしきこの音は。ほう、ほう、宗茂。総理様、総林様。宗茂、宗茂、総林様。まだまだ許しません。僕の怒りは108式までありますよ。いいな、いいな、日常っていいな。よし、明日からも頑張ろう。